まりました、亀戸大樹の競馬チャンネル。3回やってるんですよ、フェブラリーステークスとダービーと宝塚記念で。なんで今回天皇賞をするかって言ったら、エフフォーリアが出ると思ったからね。あの生配信やってた時にさ、はい、エフフォーリア勝つまでやるって言って天皇賞に出てくるって言ったから天皇賞にしたんですよ、うん、でも出ない、まあ、でもまあ一応天皇賞やります。で多分次やるのがジャパンカップの日が あれなんですよ、11月のサイコファイトサバイバルがあるんで、そんなことやってる場合じゃないですできるわけがないですね、はい、できないんで、はい、有馬記念をやろうと、何も予定がなければ天皇賞と有馬記念で締めくくろうかなと。最後もう春はちょっと負けてもうたんで、天皇賞は勝って有馬記念勝とうと思います。早速行きましょう、はい、これはね3頭は勝ちます、3頭どれかが勝ちます。今回の軍資金は10万円です。上がったっすね。上がりました、会長になったね昇進しました、はい、会長にね。勝つであろう馬3頭います、はい、ダウンベルガ、イクイノックス、シャフリアル、この3頭なんです、うん、勝つのはね。ただこの馬たちが3頭でそのままゴールインするとは限らないです。天皇賞切って東京 2000m なんですよ、はい、外枠めっちゃ不利、もうすぐコーナーから目の前、うん、スタートガッチャンとした瞬間に目の前にコーナーが急カーブがあるの、うん、だからいかにうちが有利っていう、本当に白い帽子がよく勝つんですよ。でもこの枠順の並び見ると、まあ、ダノン、ジオグリフ、イクイノックス、シャフリアール、ジャックドールってこう有力馬が5、6、7、8、9って並んでるんですよ。そうですね、はい、だからもう本当に有利不利ない。ただジャックドールが一番外になったでしょ、そんな中でも、はい、ジャックドールは勝つにはちょっと枠の並び的に僕は嫌だと思う。なんでジャックドールは僕は切ります。現在2番人気ですよね。まあまあ多分2番人気とかになるでしょうね。でも切ります、うん、でその中で僕は3頭の中で本命にするのは20丸ね。はい、20丸シャフリです。あー、シャフリアール、シャフリアールを20丸にしました。これは本当にわからないけどね、際どい。その次が本当同格かな、同格です、ダノンベルガ、うん、はい、もうこれ3頭で、やっぱりまあまあもうここかな、ジョグル、うん、でこれで決まりますもん。シャフリアールが3着になったら外れ、1着2着固定フォーメーションで買うんですよ。5、6、7、うん、3着にも7、うん、そして勝つのがシャフリアールなんですが、ただ負けるとしたらダノンベルガがイクイノックスなんですよ。だから1着欄に5、7、そして8からの5、6、7、わかりますよ。だからこの順番できたら当たるんですよ、この順番で。これはタフリアールが1着来ないとダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、切ったジャックドール来ちゃっても、切ったジャックドール来たらダメ、ジャックドールは僕は沈むと思ってるんですよ、うん、G1 では足りない、 G2 めっちゃ強い、現に大阪に負けてるでしょ、はい、負けるんですよ。 G1 の流れっていうのは勝てないと思う、惨敗。パンサラッサも沈む、あ、パンサラッサも沈む、沈む、もう2軍は見とるから。で東京直線長い、もうここまでちょっと固定していこうかな、本当にもうここで決まると思う、順位もこれだと思ってる。ああ、もうここはスイッチになる可能性がある。そこを厚みに変えます。うんうん、8でしょ。5、7、5、7。ああ、厚みに、ね、厚みにね、プラスで変えます。ちょっと金額10万円分ちょっと今振り分けるんで。そうですね。これ6点なんですよ。この下がこれは2点なんですよ。これ4通りです。うん、だいぶ絞られる。めっちゃ絞ってるでしょこれ。男だよこれも。ここはね、1万いこう。ここ1万円。1万いこう。はい、行き過ぎや。すげえ金額、すげえ金額だよそれ。それやばいやつや。1万万はやばい。1万万は1億だ。1万、はい、1万、はい、1万、はい。これがちょっとね、やっぱり逃げに逃げなんですよ。はい。シャフリアール買っときながら逃げなんで。保険ってことですね。保険なんで、はい、5000円。3万万、1万2000円。3000円、6万2000円ですね、うん、ということは3万8000円、うん、残り生まれ生まれ5番8番8番7番7番8番8番はい、これを1万9000円、あ、じゃこれで完結だ、1919だったら10万、あ、本当に4頭で完結してるですね今回。そうです、これはちょっと入っちゃうかも分かんない、うん、だから最悪2着に来たら、うん、8、6っていうパターンがあるかも分かんない、はい、そこで拾えるじゃん、はい、8、6、5とかね、うん、あーまあ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 、5000持ってるし、うん、結構つくよ。一番ビンゴなのが、うん、これ、これ、
これできたら、ね、これも当たるから。そうだよ、これ3つ当たるですね。これも当たるし、うん、5000円って1万5000円3連単持ってるからね、うん、80万くらい使うでも、うん、え何本 ?1 万5000円で100万、うん、100万、100万プラスこれ、うん、うまいが多分7倍くらいつくと思う。10万くらい使うもん、20万20万プラス150万くらい。帯行きたいね。行くわ、やっぱ10万いったら行くよ。ダノンベルーガとか前回なんかめっちゃ負けましたよね。ダノンベルーガは究極に仕上げすぎたんですよ前回。ギリギリの状態だから結果蓋開けてみたら鉛筆の芯みたいで折れちゃった。だから今回はあのこのままねぶっつけの方がいいんですよ。叩かない方がいい。だから叩かなかった。買ってしまうかもわかんない。そうですよね。だから保険が入ったで、イクイノックスはもう安定強いでしょ。ノルメール安全でしょ、うん、で東京も走るでしょ、うん、ここ先輩なんですよ、一つ先輩、ダービーバー、はい、エフフォーリア負けたから、この中で一番、って考えたらここかな、本当にこれ一勝ぐらい、多分シャフリアで勝ちます、はい、じゃあ単勝でいけって、面白くないじゃん、単勝、うん、単勝10万いっても5倍ぐらいしかつけへんし、50万いってね、それやったら100万の夢見ようじゃないかと、で、まあまあ、夢見つつも、やっぱり結局10万いって大金なんで、やっぱり返しもらわないといけないんで、ここ、まあ、これはすみません、取ります。まあだからどこだってもまあ元は取れると。取れる。全部取ってそうなの。絶対そんなことしないよ、うん、僕は。これでどうでしょうか。うん、今回のいい、はい、僕の天皇賞のラジオは。いいじゃないですか。3連敗ですからね今のところ。3連敗？ 3 連敗中。秋は、うん、始まってないでしょ。会長だよ。前回の力はそこね。服だから。そう。前回服でしたからね。服弱いから。それでちょっとうまい飯をちょっと選手だと食べに行こうかな。みんな頑張ってるから。勝率1位だからね、うん、みんな天皇賞お会いしてください。